でもお世話になったって言ってたから、どこかに司ちゃんの部屋があるのかな。お客様。あ、それがこの星にいる限り手に入らないものだとどれだけ気づいているだろう。毎日のカルシウムが極端に多いな。見ることはできても手に入れることができないもの。夜空に輝くかぐやに向いて窒素を送り込んでいる。偽物にここまでするとは思えないな。アポロが持ち帰った月の石は全て、はあ、これはアウトですね。この部屋はですね、とっても大事な人が。くない。大丈夫、私たちが共有しているはずの真の正義ですから。共有してないって。ちょっと待ちなさい。窒素がなくなったら酸素が入って石が酸化してしまう。とにかくドライバーとガムテープを早く。はい。無理を言って借り受けてきたの。は？司ちゃんのためってどうして？どうしてって、あなたもしかして姉様が何者か。何、過去の話は聞いてないかな。あ、でも知ってることもあるよ。手があったかいこととか、料理が上手なこととか。勇気を出して君が手を伸ばしてくれたら、私がその手を掴むから。だから頑張れ。なのに、なんでお前なのよ。なんで、なんで何も知らないお前が姉さん。凡人でしょ。ごめんなさい。でも、ふんふんふん、本当にありがとう。フォトショで軽く加工をするので。そんな堂々とした捏造ある。よし。まさかこんな写真が撮れていたなんて。違う、これは今フォトショで加工されて。そんな一瞬でここまで成功な加工ができるなら、もうハリウッドに行くべき。ああ、ものすごい正論。真剣な話し合いが必要だ。そんな。というわけで旦那様はこちらへ。ちょっと二人きりで話をさせてもらう。つかさちゃん、気安くそんなふうに。あのだからつかさちゃん、その写真はですね、のではないよ。おっと、もう気づかれたか。よし、では行くぞ。なさない。多分それは僕が想像するよりはるかに過酷で大変なんだと思う。でもそれは僕これから紡いでいく未来の方が重要で。素敵な場所だから旦那様に見せたかったんだ。ね、君に悲しいことがあったら僕も一緒に背負っていく。分け合って、支え合って、プロポーズだよ。大好き。旦那様、大変、テレビつけなきゃ。ん？あれ？なのに？ちょ、何それ？サメが空を飛んで宇宙で戦う映画よ！お、
それ面白いの？面白いわよ。買うやつでしょ。ムカデ人間。ああ、月の水戸委員長の言ってたやつね。見てないけど雰囲気で笑ってた。今までの人生ずっと諦めていた人気作の続編が何年か越しでの公開が決まった時、私はその感動を一緒に味わいたいのよ。その降って湧いた奇跡的な出来事を。そう思っていることを知れば、じゃあ今から過去作をチェックしないとねと言ってくれるでしょうね。けど一言に過去作と言うけれど、その作品数、そして作品をより深く楽しもうとするなら、そこに至るまでの監督の仕事をチェックするのも外せない。ある監督はデビュー作の BQSA 白さが増すのよ。だから過去作チェックを決して侮っちゃダメ。そこには真実を探求するかのごとく永遠の知識の地平が広がっているんだから。わかる？あ、ダメ、今ゴゴロウでジョーズネードやってるから。そうよ、きっと姉様も見てるから、邪魔すると殺されるわよ。の方がいいのかな。安ければいいんじゃない。パナソニックかソニーか、どっちの色合いの方が安ければいいんじゃない。それに旦那様が私のために自分に必要のないテレビを置いてくれるっていうのよ。その気持ちだけですごく幸せじゃない。そしてこう言ったんだ。分け合って支え合って、そういう夫婦に僕はなりたいってね。まあね。とはいえ本当はプロポーズだけでなくチューまでしたんだけどね。それにしても唇って。パパだけでいいんすか？え？指輪っすよ指輪。結婚といえばやっぱ指輪は欲しくなるでしょ。だいあるある。そうっす。うちはほら記念日とかにどっか行こうって言っても、そういう高い温泉は肩が凝るから家でゆっくりしましょう。と作っちゃうんすよ。そして3つ目。ああもううちのはね、ブランド品とか貴金属とかそういう高いものは別に必要ないかな。てぜんということっす。ああ、まさか旦那様があんな風に唇を奪ってくるタイプとは思わなかったな。全国の大手コンビニチェーン3社が、まあ確かに高い指輪を積極的に欲しがる女の子いないよね。でもダイヤの指輪って、あ、初めて見た。